京王2010系電車伊予鉄道800系電車伊予鉄道800系電車はかつて存在した伊予鉄道の鉄道専用通勤系電車1984年から1985年にかけて京王帝都電鉄2010系電車を購入し京王重機整備にて整備改造の上投入したものである本系列の一部を譲り受けた 長州電気鉄道2000系電車についても、本校で記述する。編成は、横河原の方から、モハ820系、区ハ850系、モハ810系の蘇生である。伊予鉄道上とにあたり、機関が異なるため、同時期に廃車された京王井の頭専用の初代線、系の台車や主電動機などを取り付け、機関変更に対応している。ちなみに、これが、京王重機整備による、 中古車両改造、上渡の第一号である。種車のうち、モハ八815は1961年製の、KO2010 系中期車グループで、冷房改造以前は、屋上通風機の形状や配置が、同系他車と異なっていたため、遠方からでもすぐに、見分けがつけられたが、後には、車体す部の処理を除いて、他車との相違が見られなかった。 慶応時代は1台の主制御機で8個の主電動機を制御する 1C8M 制御であったが、750V 用への高圧に伴い制御装置を増設して、1C4M 制御とされた。発電ブレーキも使用していたが、電線動作時の衝動が激しかったため、後に使用を中止した。また、投入当初は冷房装置を搭載していなかったが、 中薬分三型三菱電機 CU127R を1台につき3機補助電源装置をサハ850に慶応重機製造の出張工事により搭載した。1994年頃まで戦闘車両に今年も涼しい冷房電車造車のマークが取り付けられていた。入線時はモハ820、サハ850、モハ810の3両編成を組んだが、 1993年から1994年にかけて運用の効率化のため、左派850系の高浜、群中港よりに貫通型運転台を取り付ける改造が、慶応重機整備の出張工事で実施された。これによりもハ810型を外した2両編成での運用も可能となった。新設された運転台の形状は700系に類似しているが、 800系は、車体断面形状が、裾絞りのない直線となっているため、独特の雰囲気を醸し出している。なお、区ハ850系の運転台側と、モハ810系の連結面側の連結機は、電気連結機併設の密着連結機、モハ810型と、モハ820系の運転台側は、密着自動連結機であるが、営業運転出た形式と連結することはない。 また、この改造と並行して ATS 取り付け改造も実施された。側面には700系と同じ行き先表示器が取り付けられた。610系に合わせた新塗装化は1995年から開始され1996年に完了している。伊予鉄道では2009年度から2011年度にかけて、郊外線向けの新型車両である3000系を導入した。 本系列は、その代替として全廃されることとなり、2010年7月25日に、さよなら運転を行い運用を終了した。このうち、2009年に廃車となった、モハ822区は852モハ823区は853の2編成4両が、銚子電気鉄道2乗とされ、 同社2000系電車で、派2001区派2501で派2002区派2502となった。車内は座席の一部を撤去して、バリアフリー化及びワンマン化を実施した。外装は2001編成が、慶応時代のライトグリーン色に、2002編成は、イオン調子ショッピングセンターが、スポンサーになり、白地の上から側面に、電子マネー、ワオンの、 マスコットキャラクターである犬のラッピングが施されている。デハ2000系の前面には、方向板受けも設置されている。なお、2009年度内に営業を開始する予定だったが、大幅に遅れ、2010年7月24日から営業運転が開始された。銚子電気鉄道2000系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。